キルメス AC はアルゼンチンブエノスアイレス州キルメスを本拠地とするサッカークラブである。2019から20シーズンはプリメーラビーナシオナルに属している。創立時は英国系移民が中心となった。1887年に JT スティーブンソンによってキルムズ・ローバーズ・クラブという名前で創設され、1900年にはキルムズ・アスレチック・クラブに改名された。 現在のキルムズアトレティコクラブに変更されたのは1950年である。地元ビール会社の名前にちなんでエルセ・バズロの愛称がある。ユニフォームの色が白であるのはイングランド代表を真似したことが由来である。キルメスのライバルは同じキルメスを本拠地とする CA アルヘンティーノでキルメスである。この対戦はクラシコ・キルメーニョと呼ばれている。他に CA バンフィールド。 CA ラヌーストライバルである。ナシチュ選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。